平林初之助動物園の一夜1木立の青葉は病後の人のようにあえいでいる戦場に遺棄された戦死者のように獅子をだらりと投げ出してライオンが正体なく眠っている トラもヒョウもゴロリと横になって寝ているクジャクは剣を競う救助のように羽を広げて風の重みを受けておどおどしているゾウは退屈そうに大きな鼻をブラブラ振っている大小無数の水菌のさざめき蛇のように長い首をくねらして小さな餌を探してついばんでいるダチョウ檻の外には人間どもが 木陰のベンチの上に長々と寝そべったりのろまな足取りでおりからおりへと足を引きずったりしている植物と動物と人間とが差別を撤廃して原始の生活に帰ったような上野の動物園の真夏の昼過ぎである20年ぶりで入った動物園はその当時と少しも変わっていないように私には思われる 少なくも東京の外区の慌ただしい変化と比べるとここは昔のままであるところでこの年月の間一度も動物園のことなどを思い出したこともない私はなぜこんなところへ一りぼっちで入ってきたのだろうどう考えてみてもわからない無目的で無意識でいつの間にか自然にこんなところへ来ていたものに違いない 森林に自由損すといった人があるが動物園はある意味で森林だ都会の真ん中で動物と動物とが人間の破壊の手から保護されている動物園はある意味では諸女林と同じだ誰の心の中にでも存在している自由を慕う要求がどうかした弾みに急に意識の表へ現れてきて私の足をここまで運ばせてきたのかもしれぬ ともかく私はここにいる動物の一つの仲間のような顔をして木陰のベンチに腰をかけていた四重そこそこの麦わら帽子をかぶった男が懐からビスケットを取り出してはゾウに放ってやっているゾウはまるで対等の動物同士のように遠慮もはにかみも命令服従の概念もなく 大きな鼻の先で小さいビスケットを拾って口の中へ放り込んでは後をせがんでいる男はニコリとも笑わずにまるで動物の習性を研究している謹言な動物学者かなんぞのように次から次へと懐からビスケットを取り出しているそしてその取り出し方がだんだん早くなってかれこれ1ポンドも入っていそうな紙袋を20分くらいで空っぽにしてしまって 紙袋をそこへ捨ててさっさと歩いて行った私はしばらく目をつぶった頭の中が鳥の巣のようにカサカサになって試作力が全くなくなっている一体私は何をしているのだろうどこから来てどこへ行くつもりなんだろうそもそもここはどこだろうそれよりも私の現在の状態は どんなな具合なのだろう。私は急にひどい空腹を感じた「象は幸福だなここにいる動物はみんな非常に幸福だ」「第一安全な住所がある食い物がある私もなんだかここにいると幸福のような気がする」「第一ここではあの意地の悪い目を感じなくともよい」 下宿の女将の細くて剣のある目、下宿代の支払い能力がなくなったと見て立った時にガラリと一変した何とも言いようのない「侮蔑と憎悪と祭儀との目。それから近所界隈のありとあらゆる人間の深い極まる目。私は思わずその目の一つが辺りにありはしないかと思ってヒヤリとして見回した。 そそれはそうと、私は世間の人間には全く教嘆のほかはないみんな一人の例外もなく生活しているのだもちろん悲惨な人間もあるにはあるが私のように完全に行き詰まっている人間は一人もないらしい半年ほど前に3か月の退職手当をもらってバツバツ会社から路頭へ放り出された私はちょうど ネジを巻かれた時計が一定の時間だけ働いてある刹那にパッタリ動くのをやめてしまうような具合にぴたりと行き詰まってしまったのである親も兄弟も親しい知人もない上に知らぬ人に向かってはろくろく口も聞けない私は完全に生活の手段を失ってしまったのだそれでも今日まではとにかくあらゆる屈辱に耐えて生きてきた だが今日から先は人間が生理的に栄養の補給なしに生きえる日数だけ生きて燃え尽きたろうそくの火のように自然に消滅してゆくよりほかはない私には自殺をする勇気もないからだ私は最後の10銭の白銅を牛飯に変えて56時間地上の生活を延ばす代わりについふらふらと 気まぐらでそれをこの動物園の入場料に変えてしまったものらしい何しろ入った時のことはどうもはっきり記憶しておらぬ4時頃私は西日を浴びて猿の檻の前に立っていた道端に犬長々とあくび死ぬ我もまね死ぬ羨ましさに 不思思議にククの心境が思いい。出される。実際動物は羨ましい私は敏将に枝から枝へ金網から地上へ飛び回っている猿が繊望に耐えなかった実に元気な動物だそれに引き換え疲労と空腹との極みに達した私の体は少し激しく動かせば そのままクタクタくたくたと崩れてしまいそうな気がしたふと気がつくと23時間前にゾウにビスケットをやっていた男がまたビスケットをどこかで買ってきたものと見えて今度は猿にそれを投げてやっていた子どもらは面白がってそれを見てキャッキャ騒いでいたがこの男はまるで笑いを禁じられた人のように真面目な勤務的な仕事をしている時のような態度で にビスケットをやっているビスケットは時々網から弾き返されて柵の外へ転がり出た驚くべき乱皮だ私はこの男の計り知れざる財力に一種の崇拝を感じた不思議なものでこんな時には嫉妬の念よりも崇拝の念が先に起こるものだ群衆の足はことごとく入り口の方へ向かって 徐々にではあるがしかし一斉に動き出した園内には人影がだんだんまばらになってくるさっきのビスケットの男もいつの間にか辺りに見えなくなっていた突然全く出し抜けに素晴らしい霊感のように一つの考えが私の頭の中を横切った私はそっとしゃがんで 足元に転げていたビスケットを2つ拾い上げたそして誰も見ていないことを確かめてから急いでそれを口の中へ放り込んだ菓子は飢えた味覚をま痺させながら舌の上でほどけていった私は暗示をかけられた人間のように急に見違えるように元気になった肉体もすばしこくなったがそれにも増して頭が敏活に働き出した 私は辺りにいる動物、例えばクマのようにスタスタ歩き出したそして小鳥のような鋭敏な視力を持って熱心にあるものを探し始めた出口の方へ向かっていく群衆とは逆の方向へ何か忘れ物でも取りに行くようなはっきりした目的意識を持って私は歩いて行った。 2動物園の入り口から右手の方へ進んでいくとオウムや小鳥の檻があってその先にカンカ亭という額をかけた茶室めいた吾妻屋が1軒建っているこの小屋の由緒来歴は私は何も知らぬことによると幕府時代には動物園の敷地はどこかの大名の屋敷であって その屋敷に付属していた茶室がそのまま保存されているのかもしれぬ何にしてもそれは古色騒然として誇りにまみれている秋から冬にかけては縁側へ落ち葉が散り敷いたのが幾日も履かずにそのままになっていることがあるこの漢漢亭の前を通って進んでいくとだらだら坂になって坂の終わりに一つの橋があり 橋を渡るとちょっとした広場があって正面に象の小屋があり左手に茶店があり右手の丘の上にライオンやトラやヒョウのいるところがあるこの橋は幅3軒ぐらいもある相当広い橋で下は石畳を敷き詰めた水路になっている水路といっても雨の降らない日は水はほとんど流れていないのである午後6時を過ぎると 動物園の中は急にひっそりとして都会の真ん中の処女林の面目を発揮してくる入場者の締め切りは4時半で5時にはかれこれ園内には人影が見えなくなりそれから1時間ほどの間は守衛や掃除妊婦らしい人がまだ往来しているが6時半頃になると人間の声も人間に関係のある物音も園内ではほとんど聞こえなくなる。 この時刻に私は今行った橋の真下にヤモリのように側壁にぴったり体をつけて息を殺していた橋の下のちょうど真ん中の辺りにいれば付近を通行する人に見つかる恐れのないことを私は昼間によく確かめておいたのであるやがて日はとっぷり暮れてしまった園内が静かになるのに反比例して 遠くの物音がだんだんはっきり聞こえてくる電車の音は案外すぐ近くに聞こえるタクシーの走る音が2分おきぐらいに通り過ぎるそしてその間に地球の隅々から集まってきたいろいろな動物の鳴き声が不気味なジャズのように騒々しく聞こえてくる人間というものは肉体が極度に疲れてくると 脳細胞に不思議な変調をきたすものと見えて私はしょっちゅう奇怪な妄想にとらわれたひょっとするとここの番人がライオンの檻の扉を閉めるのを忘れておいたかもしれぬと私は考えてひやりとした実際餌をやるときにはきっと誰かが扉を開けるに違いないが1年365日の間には 何十とある猛獣の檻の扉を一つぐらい閉め忘れることがありそうなことだそして運悪くもちょうど今夜それを閉め忘れたかもしれたものではない私はライオンが人間のにおいを嗅ぎつけてのそのそ私のそばへ近づいてくる光景を想像した私の頭蓋骨や肋骨は ライオンの歯の間でつき肉のように砕かれる私は頭をくわえられたまま胴体や手足をだらりとぶら下げて無抵抗に噛まれている不思議にこの想像は快いものであった噛まれても痛くも何ともないような気がしたまたある時は誰か見回りの番人が カンラを下げてをげ私の隠れ場所を探しに来そうな気がしてしょうがなかったしかもちょうど見回りの男が通りかかるときに私がくしゃみかせきをしたらどうだろう私は人混みの中で捕まったスリのように大勢の中へ引きずり出されてひどい目に遭うに決まっているそのときには何と言ってごまかしたらよいものだろう 私は法律の知識はないがことによると規定時間外にこうした公営物の中に潜伏しているものは重い罪になるのかもしれぬそんなことを思うとどうも気のせいか人の通るような足音が聞こえてくるそして不意に咳がこみ上げてくるのだ駒桁を履いているので幸いにも水は足裏まで届かないのであるが 腰をかかけけるわけにはいかないじっと立っていると体の中へ棒を通されたように疲れてくる渇きを癒すためにというよりむしろひどい空腹を補うために私は時々しゃがんで下を流れている水で唇を濡らしたその度に全身の骨がメリメリとなってどこかの骨がポキンと折れてしまいそうな気がする 下宿へ帰って意地悪そうなおかみさんの目を見るよりもまだましだと思って不意に考えついて選んだこの住処かも到底長くは辛抱できないことがすぐに分かってきたどんな赤じみた布団でもよいいや布団などはなくても畳でもよい畳でもなければ板の間でも構わぬ板の間がなければせめて乾いた地面でもよい しばらくその上に大の字になって寝転ぶことができたら明日は殺されても構わないと私は思った私は不眠のために夜の分けるまで床の中に転々していたことを思い出すだが不眠なんてことは今の苦しさに比べると極楽浄土だ柔らかい布団があって その上に体を存分にをたえるることができののだもの立っているということしかしたってじっとしているということがいかにつらいものであるかをこのときほど痛感したことは私はないところで私は世界中の人間の中で果たして一番クズなのだろうかなぜ私一人がこんな境遇に陥ったのだろう 少なくとも私は教養においては専門学校を卒業している特攻においても人並み外れて悪いことをした覚えはないそれどころか会社に勤めている自分には皆私のことを褒めていたものだなるほど今日の社会制度はすべての人に職を与えてすべての人の生活を保障するようにはできていない東京の町だけにでも 10万も20万もの失業者があることは知っているだが私自身が襟にエってその失業者の群れに入らなければならぬ理由がどこにあるのだろうしかも10万も20万もの失業者のうちで誰一人飢えて死んだという人のことを聞いたことがないみんなどうにかして生きてはいるのだところが私自身は これから先生きてゆけそうな望みは絶対にない。これは私自身のうちに私には気のつかぬ致命的な欠陥があるのではなかろうか。例えば私の要望に私だけには分からなくて他の人には一目で分かるような忌まわしい印がついているのではあるまいか。そういえば。一体私は どんな顔をしていたっけ私は自分の顔を忘れてしまったような気がしたどうしてもはっきり頭に浮かんでこない今すぐに急いで鏡を見て私の顔に先天的についているらしい人を堅固させる正体を見届けねばいても立ってもいられないような気がした 夜はだいぶ老けたありがたいことには月の夜であるそれに動物にも明かりが必要なのかそれとも野中に人間が見回る必要があるのか動物園の中には方々に電灯がついている私は恐る恐る陰気な隠れ場所を抜け出し石垣に足をかけて水路を這い上がった 誰もも見ていい。るものはない私は橋の下に立っているうちにこのことはあらかじめ計画しておいたので少しも躊躇する必要はなかったで注意深く下駄を脱いで四つん這いになって橋のたもとの道を横切ったこの橋の下手の左側に2羽のタ長の住んでいる鉄柵でこしらえた丸型の檻があり檻の周囲は ローマの円形劇場か両国の国技館の観覧席のようにつま先上がりになってその場所全体がすり鉢型をしているそしてこの観覧席にあたる傾斜面には人間の腰のあたりまでありそうなクマザサが一面に生え茂っている私は夜が更けて動物園の中を歩いても絶対安全になる時刻を見過してこのクマザサの中へ移転しようと 前から計画していたのだというのは一晩中橋の下に立ち尽くしているわけにはいかないが昼の明かりのあるうちにクマザサの中へ入っているとちょっと身動きしても発見されそうな心配があったからだ私が格好な場所まで張って行ってごろりと笹の中に身を横たえようとした時出し抜けに後ろの方から「低い。 けれども心臓を凍らせるような鋭い声が聞こえた「おい!と」とたった一言である私は膝頭が不意にガタガタ震えた「意外なことも随分あるがこれほど意外なことがあろうかこんなところにすでに先客があると誰が想像するものであろうか?」後ろを振り向くと、 2軒ばかり離れたところに一人の男が中腰になって私の胸の辺りへピストルの筒口を向けている顔はよくわからぬがどこかで見たことのある人のようにも思われるしかしどこで見たのか誰なのかははっきり思い出せないカバンを出せ。男はまた低いしっかりした声で言った。 カバンどんなカバンですと私は案外落ち着いて聞き返したびっくりが度を越すと人間は不思議にまた落ち着いてくるものと見える男は無言のまま私のそばへ寄ってきて左の手で私の懐を探した私は向こうがするままにさせておいたどうしたどこへ隠した 何をですカバンをさしらばくれるな僕はカバンなんか知りませんよどこに置き忘れたんですでは何の用があってこんなところにいるのだ行くところがないから不意に気がついたのですなぜあの橋の下へ入ったのだあそこが身を隠すに都合がよかったからですよ男は、 黙ってピストルを懐へしまった目が暗がりに慣れてくるにつれて私はこの男は昼間象や猿にビスケットをやっていた男であることを思い出したそして一種の親しみを感じてきただがこの男はそれ以外にまだどこかで見たことがあるような気がしてならないよく考えてみれば昼間見た時から 私はそんな気がししていたらしい。たらそれだから妙にこの人の様子が目についたのであろうそれにしてもこの男こそ何のためにこんなところへ来ているのだろうそれにカバンというのは一体何のことだろう起きていては見つかる恐れがありますから笹の中に寝転んで話しましょう周衛に見つかったら面倒ですからね 男は言葉の調子をがらりと変えて妙に丁寧になったそして気のせいかずっと若くなったように私には思われた一体どうしてあんたはこんなところで夜を沸かす決心をしたんです何か悪いことでもして身を隠す必要でもあるんですかそれにどうしてあの橋の下へ行ったのです私は問われるままに ぼつりぼつり身の上話を始めた昼間の暑さと雑踏と音に引き換えて夜の動物園は静かで爽やかな風が冷え冷えと肌に感じられる2人は時々聞き耳を立てては警戒しながら小声で問うたり答えたりした私が昨日から何も食べていないので広く空腹を感じていると話した時 彼は海中からビスケットの紙袋を取り出してこれを食べなさいと言って私の顔の前に置いた私は黙ってそれを食べた昼間この同じビスケットを拾って食べたことはさすがに黙っていたところであなたこそ一体どうしてこんなところへ来ているのですと私はとうとう問いに転じた 僕はここに泊まるのはこれで3度目ですよと男は無造作に答えた僕が何者かということは今言えないがことによるとあなたは僕の名前を言えば知っているかもしれません僕はある書類を入れたカバンをここへ取りに来たのですよそのカバンはあなたが先ほどまでいた橋の下に隠してあるのですこの前に来た時 もっともこの前といっても3日ほど前のことですがねそこへ隠しといたのです少し秘密の書類が入っているので隠し場所に困りましたね実に安全な隠し場所ですからねあそこはところが僕らの仲間の中に卑怯を極まる裏切り者がいることが分かったのですしかも困ったことには。 その男に僕は今朝カバンのありかを話してしまったのですというのは最近その筋の捜索が厳しくて東京にいては安全でないのでひとまず東京を離れようと思って万事をその男に話して後を託したのです僕にそんんななことを話して大丈夫なんですかと私はこの男が平気で私に秘密を打ち明けるのを聞いて びっくりして言葉を挟んだ。あなたは裏切り者じゃありませんからねそれに実はこの程度のことは誰に話したって構わんのですもう世間に分かっているんですからね私のことも誰に言ったって構いませんよただ明日私がここを出るまでは秘密を守っていただかんと困りますがねここで大声を立てられたりしたらそれっきりですからね 明日の朝になったらまっすぐに一番近くの交番へ駆けつけて話したってかまいませんかえってその方が都合がよいくらいですどうせ警官と鬼ごっこをしているような体ですからねこの近所にマゴマゴしていて捕まるようなことはありませんよところでさっきの続きをもう少し話しましょう僕がその男に秘密書類のありかを話すと すぐその後で一人の同志がやってきてその男はスパイだったと知らせてくれたのですそこで僕は東京を出るのを一日延ばしてここへカバンを取りにやってきたのですその男に先へ失敬されちゃたまりませんからね僕らの同志何十人何百人もの命にも関係のある重要書類がその中には入っているのですからところが驚きましたよ その男はもうすでにこの動物園の中へやってきているのです変装をしていましたが僕にはすぐにわかりました僕もこれで変装しているのですよ僕の年は四十くらいに見えるでしょう僕は実際は24ですよひげも何も生えてい,いやしないのです向こうはあなただということに気がついているのですかと 私は尋ねたはそれはどうかは分かりません多分気が付いてはいまいと思いますがねとにかくその男はまだこの動物園の中にいることは確かですこの動物園の入り口から左へ行ったところにちょうど猿のおりと並んでワシやタカなどの入っているおりがあるでしょうあのおりの後ろへその男が隠れることを 僕は見届けてあるんです。で、真夜中の12時過ぎになると、やつはきっと出かけてきますよ。僕がすっかり教えといたですからね。そして、先ほどあなたが隠れていた橋の下へ入っていくに決まっているのです。実を言うと、僕はさっきあなたをその男と間違えて、あんな失礼な真似をしてしまったのです。何 あのピストルはおもちゃのピストルですよ。今朝、銀座のおもちゃ屋で10銭で買ってきたのです。男はちょっと言葉を切って薄明かりにすかして腕時計を見た。もう12時を回りましたから、今にやってきますよ。黙って見てみましょう。妙な時刻に妙な場所で知り合いになった。私たち二人は熊笹の中に体を隠して息を殺して待っていた。 タンは眠っていると見えてバサリとも音を立てないが遠くの方からはいろいろな動物の鳴き声が絶え間なく聞こえてくるどうとううやってきましたよ。しばらくすると男は私の肩をたたいて小声で私の耳にささやいた。 私には足音も何も聞こえなかったが四十生死のちまたを往来している彼は耳さとくそれを聞きつけたらしいやがて彼は静かに身を起こして音のせぬようにクマ笹の中から這い出した音をさせぬようにそっとついてきなさい言われるままに私も後から這っていったほら あそこに黒いい人影が立っているでしょう。今、溝の中へ降りるところですよほら降りて行きましたこれから奴は橋の下へ行って仕事を始めるのですもう少しこちらへ出て見ていなさいそして私が合図をしたら急いでまた熊笹の中へ隠れるのですよこう言いながら彼は大胆に立ち上がって裸足になって足早に歩いて行った。 橋の上まで来ると彼はそこにそっとしゃがんで56分間じっとしていたしばらくすると橋の上へ一尺ほどの黒いものがニュッと現れた彼は大急ぎでそれを手に取って何か探していたがものの5秒もたたぬうちに手を上げて私にあっちへ行けという合図をしたそれからすぐに 自分でもひちょうのような敏昇さを持って私の方へ駆け出してきたもっともそれでいて彼の足音はほとんど聞こえないくらいだった私たちは無言のまま再びクマザサの中へ身を横たえたそして2030分もの間じっとしていたやがて静かな薄暗がりの中に サクサクと土を踏んで歩く男の足音が聞こえたがそれもだんだん遠くへ消えていってあとは時々妙な鳥の鳴き声がするばかりである実にうまくいきましたよと30分もの沈黙の後に彼は小声で言ったもししくじったらカバンを奪い取って。 あの裏切り者が上がってくるところを下の石畳の上へ突き落としてやる決心をしていたんですがそんなことをする必要がなくて助かりましたこんなところでは声を立てられるのが一番禁物ですからねカバンはどうしたのです取り返せましたかと私は彼が何も持ってこなかった様子を見ていたので不審に思って尋ねたカバンは必要ないのです 中身を抜いてしまえば、ね、あのカばンの中には我々同士の名簿が入っていたんであれを持っていかれた日には我々は一網打尽に一人残らずあげられてしまうところだったのですと言いながら彼は懐から小さい手帳を取り出したこれですよ僕は他の手帳を持って行ってあの男がカバンを橋の上へあげた間に そっとすり替えてきたのですその手帳にはいいかげんな名前を書いておいてやりました中には政府の大官や有名な実業家や大学教授の名前なども書き込んでおきましたよ明日になってあの男があのでたらめの名簿を手柄顔に警視庁へ持っていったら素敵な喜劇が演ぜられるでしょう2二人はまた沈黙した。 ひとしきり水鳥のおりのあたりでギャーギャー鳴き声が聞こえたがしばらくするとまた静まったもう朝の3時ごろであろう町の物音もすっかり静まった男は眠っているのか目をつむって安らかに呼吸している私は眠るどころではなかった頭をもたげて薄明かりで時々小首を傾けながら 相手の顔を見ていた突然私の頭に今までどうしても思い出せなかったある記憶が一度によみがえってきた確か3日前の新聞だった社会面に段抜きで載っていたあの写真がきっとこの男の写真にそういない私は全身がぞっと寒くなって胴震いした 全国の警察が今総係で捜索していていまだに見つからない秘密結社の主界がこんなところに隠れていてしかも私に向かって落ち着き払って秘密を打ち明けているのだ青年は眠っているらしいそっと懐へ手を入れればこの男がたった今話した手帳が手に入るわけだ それを思って一目散に守衛のもとへ駆けつけたら私はつい卑劣極まる考えを起こしたがすぐに慌ててその考えを打ち消したたとえこの男がどんな悪人であろうとこの男は私には親切だったそれに私を信用して何もかも打ち明けて今 私の前で眠っているのだそれにこんな親切な人間が悪事をするわけはない何かの間違いに相違ないと私は考え直したやっぱりグズグズしていちゃ危険だと眠っていたとばかり思っていた青年がその時出し抜けに起き上がっていったあの野郎のことだから。 この薄らがりの中できっとカバンの中身を調べてみるにそういない明日の朝まで待っていちゃ危ないから僕はこれで失敬しますよどうするんです私はびっくりして尋ねた外へ出るんです夜の明けんうちにどこから塀を起こして塀を起こすわけにはいきませんが逃げ道は他にもありますよ いくら安全だと思っても逃げ道のない袋の中へうっかり入ってはいけませんからねどんな間違いが起こるかもしれませんから私はこの男の用意周到さに驚いたがどこから逃げるつもりなのかは見当もつかんだそして今この男に逃げられるのは薄気味が悪くてたまらないような気がした明日の朝になると危険だというのは どういう意味なのですと私は慌てて尋ねた手帳が偽物だと分かればあの男は僕がこの中にいることを知ってきっと世の分けうちに逃げ出すかここの守衛を起こすかして手配りをするに決まっていますよでは僕も一緒に連れて逃げてくださいこんなところで見つかっては僕は弱りますから私は 明日の朝警官に引き立てられて動物園を出ていく自分の姿を想像して額から脂汗がにじみ出たあなたは罪にはなりますまいが厳重な取り調べを受けるのは決まっています僕のせいでそんなことになっちゃうお気の毒だからでは一緒においでなさい少し窮屈ですよ私は不思議な青年の後について熊笹の中を出た そして酔いのうちに私が入っていた水路の中へ橋の少し下手のところから降りていった<お>ちょうどその時に入り口の方で物音が聞こえてきたそして物音は刻々に大きくなってきたやっぱり予想どおりだ。 もう警官の手が回りましたよ。こう言いながら青年は足早に水路を下手の方へ下っていった私も恐ろしさに身も世もあらぬ気持ちで後をついていった水路はところどころトンネルになっていたが中腰になればくぐり抜けることができた物音はだんだん高くなって人の話し声や拝見のガチャガチャいう音が手に取るように聞こえてきた 確かに警官の一行らしい。じっとしていなさい通り過ごしてしまいましょうちょうど2つ目のトンネルへ入った時に青年はこう言ってじっと息を殺していた私も石のようになって立ち止まった2人の頭の上を捜索隊の一行がガヤガヤ話しながら通り過ぎた 確かかにににどっかに隠れているに違いありません僕が警察と関係の悪ることをして慌ててここへやってきたに違いないです。かばんを橋の上へ上げた拍子にすり替えられたんですからこの青年が裏切り者と言っていた男が一行の案内をしているらしいそのうちに話し声も足跡もだんだん遠くなった。 の来客に驚いた動物が目を覚まして羽ばたきをしたり鳴き声を上げたりしている私たち二人は黙ってまた歩きだした23丁も歩いたと思う頃私たちは比較的長いトンネルへ入った中は真っ暗だったもう大丈夫です警官ともあろう者がこの放水路に気がつかないなんていい気なもんですよ あんなことでは気の利いた犯人は捕まりませんよ犯人の方じゃ1段2段3段と計画してやっているのに警官のやることは行き当たりばったりで無方針ですからね何しろ月給でやっている仕事だから穴だらけです彼らはまず東京の地理を勉強する必要がありますよだがさっきはちょっとヒヤリとしましたね僕は あの時あなたが気が変わって声を立てたらどうしようと思いましたよ私は返事もせずに口をゆがめて無理に苦笑した恐ろしくて話をするどころではなかったのだやがてトンネルの口が見えたそこはかなり水かさのある川だったが2人は堤防の石垣に手をかけて無事に地上へはい上がった東の空は白んでいた 霊明の爽やかな風が疲れきった体に快く当たってくるしかし2人はぐずぐずしているわけにはゆかなかったちょうどあつらえ向きに空車の札をかけてやってきたタクシーを呼び止めて青年はそれに飛び乗った「あなたもそこいらまで一緒に行きなさい」と言われるままに私も彼と並んで腰をかけた 運転手はちょっと不審そうに私の顔を見て行き先も聞かずに走り出した大成功大成功今頃動物園の中じゃ大騒ぎだよ名簿は確かに取り返してきた際どいところだったがうまくいったよあの裏切り者は今頃は面目丸つぶれだよおまけに善良なる市民の話し相手があって夕べは退屈せずに済んだよ 須田町の辺りでこの客人を降ろしてやってくれたまえしばらくしてから彼は運転手に向かってこんなことをあたり構わず大声で話して笑った話は風が吹き飛ばしてしまうから人に聞かれる心配はないのだ警視庁の認可証を持って正規の営業をやっているこの運転手も明らかに同志の一人らしい これから日本橋へ出て丸の内を抜けよう。そして朝のうちに僕は東京を立つことにする。本部にはまだ手が入らないんだね。書類はみんな焼いてしまったろ青年は快活に語り続けている。私が須田町でタクシーを降りた時は、もう夜はすっかり明け離れていた。折りがけに青年は元気よく。さようなら。 お互いに名前は聞かんことにしましょうあなたのたもとにあるものはちっとも不正なものじゃありません僕の小遣いですよ」と言った私は日本全国を侵害させつつある重大事件の巨界が帝都の中央を悠然とタクシーで漆黒していく後ろ姿を見送りながら何とも名乗し難い気持ちを抱いてぼんやりその場に立ち尽くしていた 懐へ手を入れてみると小さい滑らかな紙切れが指先に触れた取り出してみるとこの23ヶ月見たこともない10円紙幣が2枚あった。